ショーン使いの星でございます。星というか、まあ、今までショーンという星があったのが怪しいですよ。あの多分相手一回もしたことない人はまず面食らうと思います。さあひろゆきパチカスがねやったことあるのかがちょっと分かりませんけど、松尾とか言ってんのかな。あー投げがきつい。体力も3チも偉いことになってる。これあんのか。お互い一触即発。しかし投げが間合いが広い広い。うわー全然食らってる。あー何していいか分かんねえ。ショーンで何が書くのかが分からん。とっとるこれはボールが当たる。あー前捨て中足。ボール当たるんかいって感じでしたけど、ゲージ使わず踏ん張ってパチカスショーンが先制。ダー EX キャノンバースト。ゲージ1本半吐いて膝バースト。前捨てが早い早いというか短いんですけどね。わラッシュが止まらん。歩き投げ裏から膝砲をよくだー。やくにはまあ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 しょうがないですが、しっかり使ってゲージ2本吐いて取り返しました。これは闇です。さあしかしチュンリーゲージなし。今のうちにショーンがいけるかどうか。キープ。体力はあまり崩れてないがちょっと開き始めたか。後ろ投げ。さあどう崩す。投げて中足バースト。ここは使ってきた EX カーアタックル。ゲージ吐いた移動技。これはゲージ出た。安定した瞬間にハチェニーがピョーンと椅子から飛び上がってごめーんって感じでした。